手に恵まれました。でも暑いですね。でも本当にあの13日間ご苦労様でございました。でどうかの皆さんもこれからあのまた頑張っていただきたいと思って迎えいただいて本当にありがとうございました。であの私あの広島で13の時に被爆いたしまして、まあ年齢をいつも言ってるんですけど今年80歳になりました。で被爆者も本当にみんな年を取ってまいりまして、昔はあのこの行進も途切れることなく歩き続けることができたんですけれど、あの今は地域にとっては被爆者がもう歩けないっていう地域も出てまいりまして、これから何年先皆様とご一緒に歩けるかどうかっていうのはちょっと自信がありませんけれど、歩ける間はが皆様とご一緒に頑張って、あの核兵器の廃絶と核の廃絶も含めてね頑張っていきたいと思っております。であの本当にあの一瞬の閃光の中であの幼い子どもたちが、ね、たくさん亡くなってきました。自分たちの本当にあの与えられた人生を全うすることなく、あの本当にあの大人たちが起こした戦争によって子どもたちがたくさん死んでったわけですね。でもまた再びこういうことが起こらないように私たちはあのこういう平和行進で皆様に訴えて歩き続けておりますけど、まあ、こういうことがいつまでも続かないことがいいことかなというふうには思っております。であの本当に地球上にはまだまだあの核兵器がたくさん残っていますので、これからもあのこれをどうやってねあの全部なくすかということを考えると、もう私たちが生きている間にはどうしてもできないんじゃないかという悲観的な気持ちになってまいりますけれど、そういうことがないようにとにかく21世紀があの核によってあの地球がなくなるというような、地球が滅亡するというような事態にならないように、これからも私たちそれから若い方たちも一生懸命あのそのために力を尽くしていただきたいなって思っております。で今日は本当にあの皆さんありがとうございます。でこれからあの全国の同志行進の方もあの大変な暑い盛りを、また広島近くは暑くなりますけれど頑張って行進していただきたいと思います。どうもありがとうございました。